初めてですよ。怖いよ。なんかね、緑山スタジオとかでバラエティとかでこれを押したら爆破みたいな、そういうのとか、そういうのはありましたけど。本番よーい、はい、なりました。1、2、トビオンスパイダーゴールドミサイル、はい、お願いします。それでは回してください。回りました。本番よーい、扉を閉めた！ゴールドミサイル！さあ本番よーい、はい、いつでもどうぞ。戦えて嬉しかったです。明日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。明日もよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。パヤパヤパヤパパ、あのキティハニー役の佐藤由里子です。お願いします。一番楽しかったのはオーエルハニーとかキサラギハニーがすごい楽しかったです。よーい、はい。よーい。
それでは本番よーい、はい、ハニー役の、佐藤エリックさんです。こんにちは、フランクインです。よろしくお願いします。恥ずかしいというのはないんですけど、ゴミ袋を着て走るっていうシーンがあって、その時はゴミ袋を着て走る永井さんが描かれたアニメのキューティーハニーとは少し違うかもしれないんですけど、すごいやっててこう近代版というか2004年版になってるなと。その後、パンサーハニーがパンサークローとかにも観念しなさいと言ったその後ですね、衣装着た時の気持ちいやもう楽しいっていうか、こんな変なものになるのは初めてだったので、結構もう楽しかったです。あと、誰にも別に期待はされてないと思うんですけど、かなりハニーちゃんを上回る露出度だったんです。パンサークローとか言うの、観念しなさい
小尺の小娘、貴様となら楽しめそうだ。あった方がいい、さっきない方がいいって話が。パソコンなんかやりましょうか。いや、仕事ちゃうの、似合ってる。似合ってる。ユキハニー、私ね、似合ってる。失礼をしましたと言って止まってる車に乗ってるんですけど、ハニーちゃんが墜落してくるというそういうシーンで驚く役なんですけども、すいません、おう、これはまた結構とても嬉しかったですここにブーメランが戻ってきてパンと乗ったらシュッ、ここは伸ばしてた感じの方が綺麗だと思います。ただ真田さん、あ、気になすこ記憶です。お、あ、いけそうですね。今上がった。おぉ、トニー、よーい、はい、トニーフラッカット。あ、オッケー、はい、オッケー、なんかここにセリフ覚えてきたのに、あのセリフの部分ほとんどのスタジオで撮りますかって言われて、ちょっとショックだった。ちょっと皆さん、ちょっと撮りますか。とにかくコンセプトバラバラにしたかったので、もういろんな人にできるだけ頼むという、あのこちらから見てると私の役の手がというか手下になる人々なんですが、見てる方がもうたまらなく かっこいいしおかしいし、ある種お気の毒だし、あのそれがもう勢ぞろいした時の爽快さたるや、もう本当にあの一言で言えないぐらいなものでございまして、ブラッククロワの伊豆口ゆうかさんという業界ではかなり名な方なので、これも3年前からお願いしたので、これ私も見てみた方がいいですね。さあ我が結界を越え、そしてこの嫉妬、ではちょっと、よーい、はい、ハニー大丈夫？ポーズがね、やっぱりあのナイスバディーベイビーなんで、ポーズが決まるっていうのはいいと思います。はい、僕もかなりのコスプレ好きなんですけれども、さすがに今回はちょっと大変だったかなと、黒と白はっきりと分かりました。彼女にまたがるシーンとかもあってね、あの目のやりどころに困る、美容院とか行けないでしょ。本当になんで知りたいの、絶対美容なんですよ。はい。
Shit,
Warner Brothers presents QT Honey 2004年愛の戦士がついに目覚める。まずですね、先ほど永井子さんが、非常に喜ばしいというか嬉しいというお話をしていますが、ご覧になったんですか？完全な感想品ではなかったんですけども、ゼロモーションというのを見させていただきました。素晴らしいです。ああ、素晴らしいです。出てらっしゃるそうですよ。あ、ほんの少し。これは今言わなくても分かるぐらいに。そうですか。タービンがよりアップなんで。あ、ほら、でもすぐお分かりになりますね。ヒッチバック風ではないですね。すいません。ああ、そうですか。で、今回主演をしました、佐藤恵子さんです。この方がキューティーハニーじゃないと誰がなるんだっていう、そのぐらいの感じのキャスティングですかね。本当にそうですね。どなたが推したんですか、一番？いや、僕の周りの人が。周りの人がね、もう一斉に佐藤恵理子っていう人がいい。はい、選ばれた佐藤さん自身はいかがでしたか？はい、すっごい嬉しかったです。すごい大役ですし、本当に皆さん、日本だけじゃなくていろんな、ね、国の方が知ってるキューティーハニーっていうすっごい有名な役をやるということで、すごい緊張してました。特にキューティーハニーになりきるための努力というか、もう壁一面にアニメ漫画を買って、漫画古本屋さんで買って、すいません、で、すいません、お金があんまないんで買って、で、東映アニメーションさんから全部取り寄せてもらって、48巻まで、それで年中朝起きて夜寝てもずっとビデオをつけっぱなしにして、鏡を見てはいフラッシュ。その時ははい。そうですね。ぜひ皆さんに見どころというかね、これぐらい力入れましたというのをですね、一言ずつあの方から。見る際はですね、声に出して笑ってもらって結構ですから、泣く時も声出して泣いてもらっても結構なので、むしろ声を出してほしいというのがあります。始まって3分でも笑いとこ来ますんで笑ってください。佐藤さん、はい、本当に全部が見どころで、皆さんきっとお疲れで眠たいでしょうけれど寝かしません。なのでしっかり見てください。海の親の長井さん、私はもう本当に、今回原作をお任せしただけなんですけども、もう本当に思う存分庵野監督が作ってくれましたので、もう本当に言うことないんです。もう非常に原作者としては幸せです。そう、聞くといいところで審査員大将の方もね、よろしくお願いします。3人の皆さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。監督をやらせていただいてました庵野です。キューティーハニーはですね、とにかく現場で一番大事にしたかったのは心意気なんですよ。とにかくお客さんに見せたいのは心意気だと。技術とかそういうなんかものではなくてですね、なんかこういうのをやりたいんだ、こういうのを見せたいんだ、これがいいんだというものをお客さんに、それだけをお客さんに伝えたい。そのためにかなり本当に面白いものしか残ってないです。93分という今時の日本映画にしてはちょっと短い感じがしますけど、僕は娯楽作品というのはこれぐらいの長さが一番いいと思います。だから90分という尺の長さには企画の一番最初からこだわってやってました。とにかく面白いものを作りたい。お客さんが寝ないで最後まで楽しんでもらえるものを作りたい。これだけでハニーは作ったと言っても、まあ、過言じゃないと思います。とにかくお客さんには映画館を出るときに、なんかいい顔して出てってほしい。いい顔して
エネルギーがなんか体に充電されたような感じで映画館を出るということはお客さんにとっては日常現実に戻るということなので、そういうところにいつもいる場所にはそういう形というかそういう気持ちというかそういう気分で帰っていってほしいという、そういう願いがこの映画には込められています。もうここだけにこだわってやったといっても過言じゃないんです。これは企画ハニーをやると決めた時からずっと心に決めていたことなので、ハニーを見てくれたお客さんがそういう顔で帰っていただければまあもう本当に良かったと思います。この映画を作って、いや、なんですかね、まあ、あまり監督が映画についてごちゃごちゃ言うのは、まあ、あまり好きじゃないんですけど、監督は映画だけ撮ってりゃいいっていうのが本音ではあるんですけど、お客さんにはとにかくこの映画を見て元気になってほしいのでよろしくお願いします。見てみてください。はい、まあ、最初のイハニー作ってからも30年以上経ってるんですけども、ようやく夢が叶ったかなという感じはしますね。でやはり、自分イメージするときは漫画描く前にね、やっぱりリアルな人間として考えてイメージしてますから、ずっと映画にしてほしかったなと思いましたね。それが現実に映画になって、本当にしかもやっぱり漫画のキャラクターって非常に難しいと思うんですよね。すでに漫画のイメージがある分、なんか見る人からいろんな注文がね、固定されたイメージに対して、いろんなふうにそれぞれの思いがあると思うんですけども、今回そういう、ね、里襟ちゃんというね、とってもとハニーらしい人を得られたってことが一番良かったんじゃないかと思いますね。それによって、この映画ほとんど成功したと言えるぐらいじゃないかと思います。多分またこれ今回のが多分好評だと思いますんで、とりあえず庵野監督がもう一本ぐらい撮ってくれるんじゃないかと思ってますけどまたあと海外なんかでも評判になればね、他でも撮りたいとかね、出てくるんじゃないかなって気がしましたね。映画の出来がとてもいいんで、いろんなバージョンが、ハリウッドバージョンができたり香港バージョンができたりしたら、これはまた嬉しいかなとか思いますけど、また今回タイトルバックでね、アニメーション使われてますけど、それが、まあ、とりあえずすぐにアニメのオリジナルビデオで、作られてきますので、それの方も楽しみで、そちらの脚本も、この間読ませていただいたんですけど、井上歌舞伎やってる中島和樹さんが書いてくださって、これがまた、この映画をベースにした脚本なんですけども、とってもよくできてて、非常に面白かったですから、こちらの方もすごく楽しみにしてます。やっぱりすごい、アニメで培ったセンスとかそういうのがすごく映画にも生かされてますし、これからおそらくますますいろんな実験的な映画が作られるんじゃないかなというふうに思いました。まだまだ懐が深そうで一つのハニーに対するアプローチの仕方も何通りもいろんな設定を考えながら、まあ、最終的にこういう形に落ち着いてきましたけども、それ以前にもたくさんのアプローチの仕方を考えてたみたいで、すごくきちんといろんな風に考え、いろんな可能性をね、いろいろ検討される方だなということで、まあ、一つの作品に取り組む姿勢というのがすごく真面目な方だなと思いましたね。原作の永井豪です。
宮廷犯人本当に面白い映画になりましたので、ぜひ皆さん楽しんでください。もう日本映画にないようなテンポの、すごいノリで、とっても明るく楽しい、本当にこういう映画って今まで日本映画少なかったんじゃないかと思います。アニメと映画の中間みたいなすごい楽しい映画なので、ぜひ皆さん楽しんでください。このままに、これでね、どうでした。